やべえな。どうもエルザです。それではホライゾンゼロドーンやっていきたいと思います。さて行きますか。前回、敵がベヒーモス登場したね。ノラで、ね、あれ強すぎてさ、シャドウスリングの強化版みたいな、ブラストスリングで爆発系のやつを一応手に入れたんですよ。ねえ、手には入ったんだけど、どうなんだろうなーっていう感じで。やっぱね、根本的に火力を上げるっていうのがもう弱点を狙うとかじゃないとダメみたいなんで。ウォッチャーのエクリプス情報通り、なんかね、なるべく弱点を理解しながらやっていきたいなと。これさ、多分境界矢尻パックじゃないとヘッドショット狙えなさそうな気がするんだよね。はい、90。あとこれで80でしょ。シャード10か。できれば今スキルをね、どうにかしたいなっていうのがあって、あそこめんどくさそうだな。あ、ダブルショットとかさ、3本矢とかできるらしいから、そこら辺をうまく活用したいわけよ。いやー、これー結構大変な。ラン、この発掘場所すごく広いな。できればサイレントストライク使いたいけど、呼べないんだよね。こい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 、はい、珍しくステルスがうまくいってる。もうステルス苦手だからね。これついでに矢もそのまま回収してくれれば。全然違う方が反応するわ。
はい。で、ネズミさん。はい。私はいない。で、来るかな。来てるよね。機械。はい。おしゃべり禁止。よし。ネズミの骨、容量増やせないか。意外と気づかない。あら、意外と。ここ、よし。まああと上だけだもんね。あ、意外と。待て、どっかで今会話が聞こえた。ああ、汚れ持ちねー。まあ、他にはいないみたいですし。はい。さあ、まともに。まともに倒せたぞ、サイレントで。いやー、ステルスだね。一撃で倒せるって大事だね。んーで、そっち。すごい遺跡だ。あ、いるねー。ここは何だったんだ。あー、いるのかー。やっぱ一撃で倒せなかったね。コラプターだ。あれは厄介だ。オッケー。うわー、ここに来てマジで石が役に立つ。コラプターはなかなかだよねー。
最後にしたいのはある。攻撃されてる。コラプターとやり合うときは間がつきね。ライフが意外と高いからね。単純にめんどい。手がれ持ちはね。まあでもバレなかったね。デストロイヤーはこちらの味方につけるがメリディアが破壊されていく。デストロイヤー諦めてくれそう。そんなことはロープの通じて。よし、さあ、あれね、仲間にできるっけって感じなんだよな。あたりぐるぐるか。弱点火ね。タイミングで避ける。
プターのレンズか。まあでもまあまあまあいいんじゃない。だいぶ倒しやすさは上がったね。ここで何を見つけたんだ。ファイヤー、あーシャードも欲しいね。シャードね、倒した数の割には手に入んないからね。一体に一本、なんか3個ぐらいシャード使うわけでしょ。でそれで敵一体ってなるから、しかも人型じゃないとね、サイレントストライクでうまいことやんないと。これ降りれる。あ、登れるね。暗すぎてわかんないんだよね。なんかデストロイヤーがなんちゃらかんちゃらって言ってたよね。爆発だ。爆発。爆発音やべえの。どうせすごいの出てくるんだろうな。やべえな。グリーンがやべえな。あれがオーリンの言っていたデスブリンガーだ。想像通り、あの塔の中に入るにはまずあいつを破壊しないとか。倒すんだ。はあ。んなむちゃくちゃな。副車砲タレコ。あれさ、雪だ。フォーカスが使えなくなった。フォーカスを無力化した。あとはお前次第。やってみる。蒸気が吹き出てる。あれが弱点なのか。やばいやばいやばい。こんなんこんなんさ。痛い。どう戦えとは。そうだよね。さすがに登ってこないか。あーでオーバーヒートするんだね。
外といけんじゃね。この破壊力はすごいよね。激しく。でもやっぱ死なないんだよね。外した。はい。あと数えるぐらいいるけど、あっちには見えてないはず。まあ、あんだけでかいのね、もう倒してしまえば余裕っしょ。ほい、とりあえず視界に入らなければ攻撃はされないし、デスブリンが、おおすげえ、ダメージコイル50きた。あー、結晶の網目もあるし、あ、いいね。40、21、38、これ大事でね。そうか、大型倒すと改造パーツがいいの出るのか。 それちょっと考えるな。ネズミさん、マジか。あそこね。やった、強烈だったな。よし、やっと倒す。あのリーダーはフォーカスを持ってた。中身を見るか。この人だね。歯ですか。今のは何なんだ。歯です。やっぱ歯ですっぽいね。な、そこにいるあんた、今の見たか。返事はなしか。まあいい、どんどん気味悪くなるな。なんとかして塔に入らないと。そうね、なかなかいい感じはしないよね。とりあえずちょっとしたお宝は手に入れつつ、奥行こうか。ここに来てハデスとかいろいろ情報出始めたね。話が進んできてる証拠。そこの上にあるっぽいね。そう、いつも通り回収タイムで
人型はね、回復持ってるからいいよね。で、そこどうやって登るの、ここ。登れない。よし、行こう。多分あるんだろうけどね。あとあれだね、やっぱ長時間してるとエイムの感覚やっぱちょっとおかしくなってくるね。やっぱ疲れが来るもんね。当たり判定シビアだからまたそのあたり難しいなと思うけど。ID をスキャンします。またこれか。遺伝子データ認証完了。通行権限を確認。ようこそソベック博士、中へお入りください。おお、イニシエの施設入れた。ソベック博士ですね。ファムシとの会議は355,510日前に行われる予定でした。35階にお進みください。ちょっと待て。今35万日と言ったか。何百年も前だ。どうなってる？いや、マジでそうだよ。じゃあ、遺伝子学子孫。子孫ってレベルでもないよね。子孫でそんな適合率上がることある？いや、触れないね。マークはついてるけど、特にはって感じかな。一気に核心に近づきそう。アイテムの気配はないね。それかその像ってところだな。人殺しの機械か。崇めていた。ファロオートソリューションへようこそ。未来で起こりうる問題も今ここで解決します。現在25,000人以上の従業員が世界各地の様々な企業で活躍中。ファロはこの場所は何だ。ここで何を。企業というものだ。部族とはまた違う集団、機械を作っていた。ああ、それで？フォーカスにデータファイルをアップロードした。それを見ればわかる。ファローオートソリューション、ファスだね。アメリカ多国籍法人であり、あらゆるジャンロボットの製造を手掛けつつ、軍事および防衛分野を具。ああ、じゃあ、そっか、そういう機関か。フォーチューン5の1位にランク付けされて、世界記録となっていると。はいはい。まあ、大きい企業だったってことだよね。企業なんか紹介になったけど、これもしかして話しかけてきてるの、テッドファル。電話ってか耳の方にね、フォーカスの方に話しかけてるのはテッドファルかな、もしかして。空気が
自然のものが何もないのか。匂いもない。また崩れてる。でも通れそうだ。空城。意外とレコーダー系が落ちてるかもしれないね。あれは降りるしかないよね。上に戻れそう。どれ？ここは登れそうだ。これいけるんだ。ねえで。いや、違うね。こうか。はいはいはい。で、横に飛んで。こんな使われ方をする予定はなかっただろうね。さあさあ、そっちが進むんだね。意外とアイテムあるな。ほい。人々はファロと企業に対して怒っていた。何かのせいで非難されてた。悪いことで。非難されてたのか。 AI とか人工知能で管理するとかそういうこと。上があるみたいだ。残骸だが。さらに上、左で、上。ほい。まだまだ上に行けそう。まだ先あんのか。まったく手のかかる博士だな。植物があそこに絡まっているなら、きっと掴める。植物？これ上は何かある。あー、上があんのか。先に横だな。むちゃくちゃ嫌な。こっちでいいのかな。すーごっ。あんなんぴょんぴょん飛んでたら本当オリンピック選手余裕でなれる。風評ね。ひどい雪、世界が白くなってく。これか。画面近くてね、パッと見じゃ分かんないんだよね。あ、すげえ、それ掴めるんだ。これ落ちたら、あったあった。ひとたまりもないよね。よし。
落ちるかと思った今。さてそっちか。ほい。おお、びっくりした今の。127件増加中？スピリチュアルサミット。でもね、なんか起きてるんだね。できれば音声で流れてくれるとね、移動しながら聞けるからいいんだけど、意外と書類の方に大事なこと書いてあったりするからね。さて、ゲームください。新鮮な肉てか思ったより回復落ちてんだよね。いやー高いなー。どこまで上がるんだろう。35回って言ってたよね。何かしてないと。お、なんかあるね。なんかあるんだけど。おお、そういう生き方。よし。んで、バンダ会での事件。生態的に絶滅しかけてたのか。イルカが絶滅危惧種になってたもんね。登れるか。手をかけるところがいくつかあれば。よし、着いた。ここに何が。でも機械動いてないし、これ動いてんの。全データをデバイスから消去しました。アルファ特権を使用してデータを回復しますか。そうだな、お願いするよ。ファイルを復元しました。はや。エリザベト、よく来た。久しぶりだな。弁護団が見当たらないけど。何言ってる。18件の訴訟は全て取り下げておいたよ。データで確認できるだろう。ふん、でも何か裏がありそうね。いやいや、ランチでも注文してゆっくり話そうじゃないか。邪魔はいいわ。失敗をしでかしたから私の力が必要で訴訟を取り下げたの。白状しなさい。それがチャリオットラインに誤作動が出た。殺人ロボットに。平和意識。そう、それさ。シャットダウンすれば。それができるならとっくにしてる。
応答しないんだ。スワームが制御できなくなったってこと？もっとひどいよ。じゃあデータを見せて。あとランチは食べる。一人で。テッド・ファロがエリザベト・ソベックをここに？でも嫌い合ってる。多分機械をそういう風に使いたくなかったっていうのもあるのかもしれないね。まず兵器が自立したのか。結果これは誤作動じゃない。これは大惨事よ。まったく、まずいな。まずい。落ち着けです。まずいなんてものじゃないわ。絶望的よ。殺人ロボットの大群を作った。平和意識と言ってる。しかも生物資源を燃料にする。それは緊急時のみだ。それに加えて自己複製を可能にした。自己複製は限定的なもので制御されてる。もう違うでしょう。誤作動で指揮系統が崩壊して、これはもうスワーム自身の意思でしか動かない。何？そんなこと。自分以外は全て餌。この複製スピードじゃものの15ヶ月で地球が丸裸にされるわよ。これはもう文明の崩壊なんてものじゃない。絶滅の危機よ。分かったよリズ。じゃあ今の段階で食い止める方法は？食い止められない。もう無理よ。そういう意味じゃなくて。ああ、真実がバレるのってこと？リズ、言う通りにするよ。作業を続けて君が進めることは何でもする。その言葉忘れないでよ。ファロの機械が全生命を脅かした。でもどうにか博士が倒したのか。世界は崩壊したけど生命は残った。私たちのように。最後のファイルを復元しました。はあ、じゃあやっぱね、人工知能を持って自己修復機能っていうのと、あと他の生命体を餌にっていう話だから、めちゃくちゃあれもうほぼあれだよね、体が機械なだけだもんね。頼むよ、他に方法があるだろ。あなたの失態をチャラにできるならとっくに提案してる。だがこんな正気か。助けを求めてまさか事態を悪化させる方法が出てくるなんてな。それは違うわ。恐ろしいけどもうこれしか手はないの。早くサインをしなさい。サインだとするわけないだろう。するのよ。何？リス、こんな俺でも両親は残ってる。できない。テッド、決心なさい。分かってる。私は今飛行機で米国ロボット司令部に向かってるところ。15分後にヘルス将軍と参謀本部で面会する。なんだって。おい、正気か。話す内容はあなた次第よ。サインすれば世界最大の企業が私の設計したゼロドーンのための資金を保証すると。彼らに伝えてあげる。サインしないなら地球上にいる全人類がこの誤作動の本当の原因を知ることになるわ。やめろよリズ、何も脅さなくても。サインする。ポジティブに考えて。これから先はあなたが得意なことをするだけ。人に手を汚させてお金だけ払うの。神をお許しを。そんなに恐ろしい計画とは一体何だ。どうやって機械を止めた。でゼロドーン計画がタイトルになってるんだ。はあ、特急リフト。意味がわからない。落ちるだけじゃ。昔に生きていたソベックが母親のわけがない。こんなに調べても何もわからないままだ。せっかく事実を知ったというのにどうした。わがままな子供のようだな。減らず口を叩くなら面と向かって言ってみろ。お望み通りに。お前は自分のその発見にどれだけの価値があるのか本当にわからないのか。お前にはがっかりしたよ。幽霊じゃなかったか。名前もあるのか。この状況で聞きたい質問が私の名前だというのか。
何十年もの間、古の者たちの謎を解明するために遺跡を調べてきた。ファロの機械が文明を破壊した時、長きにわたり考えていたが、確かめられずにいた。だがお前は一瞬で私が明かした以上の発見をした。なのに聞きたいのは私の名前だと。サイレンス、それが名だ。さあ、他の質問をしたらどうなんだ。もっと知的なこと。お前は賢いんだろう。なるほどな。お前にはわからない。お前に私の苦労がわかるわけない。どれほど辛かったか。自分が何者でどこから来たのか知らずに生きてきた。そこにエクリプスだ。エリザベトに似ているというだけで私を殺そうとした。育ての親は殺され、赤ん坊のお前は山で見つかった。フォーカスを通じてもう知っている。私が何かを求めて進めば進むほどその答えが遠ざかっていくんだ。わからないだろう。わからぬというわけではない。興味がないだけだ。もし答えがいつも遠ざかってしまうのなら、追いつくように走ればいいだけ。そうすれば問題全体を理解することができるはずだ。一体何のことを言っているんだ。お前の謎は個人的なもの、大いなる謎の一部に過ぎない。共通点はエリザベト・ソベックとの関係だけだ。でも関係とは何なんだ。何世紀も前の人が母親なわけがない。それはまだわからんな。答えを知るためには諦めずに進み続けることだ。お前のおかげでファロの機械が地球上の生命を危機にさらした事実を知れた。でも免れた。古の文明は崩壊したが、生命は救われた。その通り。ではエリザベトは何をした。全てが失われる前にどうやって機械を止めたのだ。プロジェクトゼロドーンとは。まさにそれが核心。さて、答えを見つける覚悟はあるか。もちろんある。ではなぜ突っ立っている。聞きたいことがある。ちょっと待て、サイレンス。説明することがあるだろう。十分話したはずだ。まだ聞きたいことがあるならさっさと言え。時間を無駄にするな。お前の目的。お前は何者なんだ。目的は何だ。本当に私のことを聞くとは。自分の部族から離れ、一人で旅を続ける流浪人だ。禁じられた地で失われた知識を求めている。さっき言ったはずだ。なぜエクリプスについて詳しい。私がたまたま物知りだというだけだ。私がエクリプスや誰かと協力しているのかということなら違う。私は単独で行動をする。話はもう十分だ。さあ早く行け。いいや、そうは行くものか。お前はこのフォーカスを利用するだけで、私だけが危険を冒してきた。これを外したらお前は失うんだ。私の目も耳も知識も。だから質問にさっさと答えるんだ。仕方がない。なんだ。私のフォーカスを監視してた。私のフォーカスを覗き見ていたな。どうやったんだ。フォーカスが発するのは信号、声だ。他のフォーカスにだけ伝わる。その声をつなげる方法を知っている。遠く離れた場所でも互いに連絡が取れる方法をな。それをどうやって知った。研究と実験を何年も重ねた。機械をオーバーライドするのと基本は同じだ。フォーカスをオーバーライドする。他のエクリプスのフォーカスも探れるんだな。大抵はな。ただ奴らの通信をオーバーライドするのは難しい。難しいんだ。なんかでも通信ができるようにしてるとかやってるから多分いじってるんだろうね。エリザベト・ソベックはまだ生きている。エリザベト・ソベックが今も生き続けている可能性はないのか。まずないだろう。だが不可能ではない。私が発見したデータの中には延命技術に関する情報もあった。医薬品というものだ。古の薬だな。
人間を冷凍し解凍する方法も研究されていた。人間を冷凍し解凍する？低温学というものだ。だが問題があった。エリザベタの技術的見識を鑑みれば、不死を得る方法を実現できた可能性もなくはない。推測に過ぎないが、さあ行くぞ。不老不死ね。まあアンドロイド系だろうね。ファロの戦闘機械が古の文明を崩壊させたことは知っていたのか？証拠がそう示していた。だが今までは危機の度合いを把握していなかった。機械が有機物を燃料に変換でき、ホルス級が機械を複製することなどな。まるで動く機械炉だ。だが今まで見てきた機械、コラプターやデスブリンガーはそんなことしない。今はまだな。無傷の奴らに遭遇したことはないだろう。完全体であれば可能なのかもしれない。さあハデスとは。私が知る限りではエクリプスは従っているだけ。私を狙っているのはハデス。何者だ？わからん。エクリプスは埋もれしい影と呼んでいる一種の悪魔だ。外で私に話しかけてきてフォーカスを爆発させた。あれがハデス。 あれは人間でも機械でもなかった。おぞましい声、音量のようだ。これだけは確かだ。お前の命を狙っている。エリザベトと関係があるから。そうだろ。ハデスはエクリプスを使いファロの機械を蘇らせる。でもエリザベトは食い止める方法を見つけた。特殊な武器を作ったならハデスはそれを破壊しようとするはず。私が発見した古いデータに超兵器が開発中だったという情報があった。機械を食い止めるために文明は崩壊せざるを得なかったのだろう。いや話すことはもうない。冥黒ロボット司令部という場所へ向かっていると確かエリザベトは言っていた。ゼロドーの話をしにな。その場所は今もある。遺跡だ。弔いの穴とオセラム族は呼ぶ。弔いの穴、いい名前。東の山にある遺跡、鉄の悪魔の下に埋もれた場所のことだ。 BOR7 ホルスと呼ばれていたらしいな。着いたら連絡をしよう。待ちきれないな。顔を合わせる時までにその態度は改善しておけよ。めっちゃ機械っぽかったもんね。さあここに来て、登るよりは下る方が少し早いはず。いろいろと分かってきたね。ゼロドーンの秘密を知る。ゼロドーンか。はい、ということで、16話はここまでとなります。ライブを見てる方は引き続き、動画見てる方はここまでということで、いやだいぶ物語革新に来たね。やっぱ35万年前はちょっと意外だったけど、ということでまた次回楽しみにしてください。それじゃあまたねー。